ソルンの補題、集合論において、ソルンの補題、ソルンの補題、または、クラトフスキ、ソルンの補題、クラトフスキ、ソルンの補題とは次の定理を言う。この定理は、数学者、マックス・ソルンと、カジミエシュ・クラトフスキにちなむ。この補題で使われている用語の定義は、以下の通りである。集合と、順序関係によって定まる、半順序集合をとする。順序関係において、 元とが、かつであるとき、と表す。部分集合が、全順序であるとは、の、格元とについて、またはが、必ず成り立つことを言う。がに上階を持つとは、の元が常にを満たすことを言う。注意として、和の元であればよく、の元である必要はない。の元が、極大元であるとは、の元で、となるものは存在しないことを言う。がっそら集合でないことを明言する必要はない。 というのも、空集合は、自命の鎖であり、上階を持つ必要がある。このことからが少なくとも一つの元を持つことがわかる。よって、以下の同値な定式化も可能である。これらの違いは微妙なものであるが、ソルンの補題を使った証明において、上階を生成する、ある種の和集合を考えることがあり、その際に空な鎖は、空集合の和集合になり、間違いやすい境界値となる。 Z 回集合論において、ソルンの補題は、整列可能定理や選択行理と同値である。すなわち、一つを仮定するとの行理を証明することができる。この補題は、関数解析学においては、ハーンバナッハの定理を、線形代数においては、規定の存在を、位相空間論においては、任意のコンパクト集合の直積はまたコンパクトである。といううちの不定理を、 そして代数学においては、すべてのゼロでない感は、極大イデアルを持ち、任意の体における代数的平包積みの存在を、それぞれ証明する際に使われる。ソリュンの補題を使って、単位元を持つ自明でないすべての感、R が、極大イデアルを持つことを示すことができる。上記の用語で言うと、P は、R のイデアルのうち R 自身以外からなる、集合とする。これは、 自明ないである、例を含むので空ではない。この集合は方眼関係により、半順序集合である。極大イであるを見つけることは、P の極大元を見つけることと同じである。ここで、R を取り除いたのは、極大イであるの定義には、R に等しくないことが入っているからである。ソルンの補題を適用するために、P の空でない全順序部分集合、T を取る。 t に上階が存在することを示す必要がある。つまり、イである iR が存在して、それは t のどの要素より以上であり、しかも、R よりは厳密に小さいことを示す必要がある。i を t のすべてのイであるの和集合とする。t は少なくとも一つ元を持ち、それは例を含んでいるので、和集合 i も例を含み、よってそら集合ではない。I、がイであ,るであることを示すため、 A と B を I のもととすると、二つの意である J、KT が存在し、A は J のもとであり、B は K のもとである。T は全順序であったので、J、K、または K、J である。前者の場合は、A も B も共に、K のもとであり、は、A、B も K のもとである。よって、A、B は I のもとである。後者の場合は、A も B ももに、 J のもとであるから、同様に AB は I のもとである。さらに任意の RR に対して AR とラは J のもとであるから I のもとでもある。以上により I は R のイデアルであることが分かった。そしてイデアルが R と一致することは1を含むことと同値である。そこで I が R に等しいと仮定すると、それは1を含み、 P のある要素が1を含むことになり、それは r と一致する。しかし、これは p から r を除いていたことに矛盾する。ソルンの補題の条件は確認できたので、p には極大元が存在する。言い換えると r には極大イデアルが存在する。この証明は、間、r が情報単位元1を持っていることに依存していることに注意しよう。これ、なしでは、 この証明は無効であり、さらにこの言名は偽になり得る。例えば、2、通常の家宝と自命な情報を入れた勘は、極大意であるも一も持たない。この勘の意であるは過法による部分群そのものである。新部分群による将軍は過剰群である。よって、有限生成にはならず、おまに含む自命でない部分群が存在する。選択行を仮定したソルンの補大の証明を、 概略する。補題が成り立たないと仮定する。この時、半順序集合、B を、すべての鎖が上階を持つにもかかわらず、どの元もそれより大きな元を持つように取れる。各鎖、T について、それより間に大きな元、B が存在する。なぜなら、T は、上階を持ち、さらにそれより大きな元が存在するからである。関数、B を実際に定義するには、 選択氷を使う必要がある。この関数 B を使うことで P の元の列 AAA を定めることができる。この列は本当に長い。添え字の範囲は単なる自然数ではなくすべての順序数を動く。実は P と比較しても長すぎる。順序数の全体はマクラスを成すほど大きすぎて普通の集合より大きくなる。そしてこの長さにより 集合 P のもとを使い尽くすことで矛盾を得る。A は次の超限機能法で定義する。まず A は P のもとから勝手に選ぶ。他の順序数 W については A イコール B で定める。A、VW は全順序であるので、この定義は正しい超限機能法である。実際にはこの証明はより強い形のツルンの補題が正しい。 ことを示している。は、ソルンは古代に似た初期の定理である。クラトフスキは1922年に、現在の定式化に近い形で証明した。現在のものと、本質的に同等の定式化、整列ではなく任意の鎖に弱めた場合は、ソルンにより独立に1935年に与えられた。彼は、整列化のお定理に代わる集合論の行為として提案し、 台数におけるいくつかの応用を行ってみせた。また、他の論文で、選択氷との同値性を示すとしていたが、それは公開されることはなかった。ソルンの補題という名前は、ジョン・テューキーの1940年の著書、コンバージェンスユニフォーミティントポロギーで使用された、ことによる。ブルバキの、テイオリデス・アンサンブルズでは1939年に、ルティオレムでゾアンとして、 同様の極大原理を引用している。クラトフスキ・ツォルンの補題という名前は、ポーランドとロシアで使い入れている。ソルンの補題は三つの主要な成果と同値である。さらに、ソルンの補題は、数学の各分野で重要な成果を導く。例えば、この補題は、シンプソンズの、バート・エスニューフレンドの会で言及された。5、おさむき。